はい、FM ルーシンド DJ のルーシンです。今日はちょっと人の生き死にみたいなね話をしたいと思います。まあ何回かお話ししてるんですけれども、私普段は日常生活においてはですね、仕事を何してるかと言いますと、お坊さんやってるんですね。それでまあ坊さんの仕事って結構多岐にわたりまして、まあいろいろなことをやるんですけれども、まあ一般的にね、皆さんがよく知ってるのが法事とかね、葬儀をやるっていうのは皆さん普段のイメージとして持っていると思うんですけれども、まあ最近ですね、ものすごく葬儀が多くてですね、ここ2週間ぐらいの中で、5件ぐらいかな、入ってるんですよ。それでね、そういう時期っていうのがね、なんかあるんですよね。なんかあるんです。これはね、自分でもよくわからないし、まあもうそういう法則なのか、こう世の中の、まあそういうことがあるっていうか、星の巡りとかね、運勢みたいなね、言い方ありますけれども、まあそういう類のものっていうのは世の中いっぱいあるなと思うんですよ。その常識ではね、考えられないようなこととかね、こう巡り合わせみたいなね、偶然が重なり合って、ちょっと普段では起こり得ないようなことが起こってしまうっていうようなね、ことがあると思うんですけれども、まあ特にね、今そういう時期なのかなって思うんですけれども、まあまあ亡くなる時っていうのはね、人がね、別々の方ですよ。で、別々の方ですし、同じ理由で亡くなってるわけではないんですけれども、この2週間ね、ものすごく葬儀が多いんですよ。そんなね、普段、うちはね、そんなすごい多いわけじゃないんですよね。葬儀の仕事っていうのは。そんなにね、しょっちゅうあるもんじゃもないんです。まあでも最近多くてですね、ちょっと、僕自身も、疲れちゃってるっていうかね、まあそんなような感じですよ。はい。で、結構ね、亡くなる方見てると思うんですけれども、年齢っていうのがね、本当にまちまちなんですよね。で、まあ本当にね、80歳、90歳とかね、で、まあ老衰で亡くなるっていうような、まあ、いわゆる、まあ、まっとうに来たねっていうね、お疲れ様でした、みたいな、どうぞお疲れ様でした、みたいなね、そんな方もいらっしゃいますし、もしくはね、ほんと50代とかね、60代でね、まあ、癌とかでね、癌とか何らかの病気で亡くなってしまう方もいてね、心臓病とかね、まあ、50代、60代で亡くなるっていうとですね、その亡くなった方の息子さんとか娘さんがね、まあかわいそうっていうか不憫というかね、まだね結婚してないようなね方もいますから、そうするとね、この亡くなった本人の方からすると孫の顔も見てないみたいなね、そういうものもありますよ。で、すごく稀にですけど、本当に何年かに1回ぐらいですけど、10代20代ぐらいのね、本当に若い方の葬儀があったりします。で、こういう時に思うのは、例えば病気で亡くなるとかっていうのは、まあ、ある程度の健康管理をしていれば予測できる部分とかもあるじゃないですか。この人いつもタバコ吸ってて酒飲んでてね、夜寝るのも遅いし不健康そうだな、いつも食べる料理同じ肉ばっか食べてて栄養のバランスも取れてないし不健康そうだなっていう人もね、いれば、この人いつもね、よく寝ててね、眠そうな顔もしてないし肌ツヤもいいし年齢の割には若く見えるみたいな、こう健康に気をつけてる人もいますから、病気に関してはある
程度の予測がつくんですけれども、まあ事故だったり、もしくはね病気でもね、予想つかなそうなのがね、意外に脳梗塞とかね、心臓病とかっていうのはね、もう突然っていう方もいますから、で、まあこういうのを見てて思うと、人の生き死にっていうのは、まあ運みたいな要素がすごくあるなと思うんですよ。すごくある。で、まあ事故死っていうのはなんかもう本当に本人も予想つかなかったりするじゃないですか。で、いつ何時あるかわからない。で、かといって、私たちいつその生き死にが分かる、生き死にのタイミングっていうのは分からないからといって、その生きていくにあたって臆病になるわけにはいかないじゃないですか。家からもう出ませんとかね。もうやっぱり普通に生きていく以上は、その生きていることっていうのを頑張っていく必要があると思うんですよ。でそのタイミングっていうのがね、亡くなるタイミングっていうのはね、なかなかわからないし、自分で選べないんですよね。話は次回に続きます。